11月26日、東京 12R で行われた第43回ジャパンカップ、都市上オープン G1、芝2400メートル、18頭立て、一着賞金イコール5億円、は、C。ルメール騎乗の一番人気、イクイノックス、オス4、ミホ、木村哲也、が G1、6連勝を決めた。勝ちタイムは2分21秒8、両、 2着に2番人気のリバティアイランド、メス3、立冬、中内田光正3着に5番人気のスターズオンアース、メス4、美穂、高柳水希が入った。ロンジンワールドベストレースホースランキングで世界1位を獲得しているイクイノックスが、断然の1番人気答えて G1、6連勝。世界最強にふさわしい走りを披露した。 レースではパンサラッサが予告通りの思い切った逃げを展開。道中は離れた3番手から腰淡々と木をうかがった。直線入り口でも大きく離れた3番手のまま。慌てることなく前を追いかけ、坂の途中で先頭に立つと、後続をぶっちぎっての完勝。2着以下に4馬身差と圧倒的な力の差を見せつけた。同馬を勝利に導いた主君のルメール騎手は、 イクイノックスは改めてすごかったです。すごくいい競馬を見せてくれました。世界一になりました。と、世界最強馬の走りを称えた。総獲得賞金17億1158万2100円を稼ぎ出していたイクイノックスは、この勝利で5億円を加算。史上初めて20億円の大台を突破、これまで歴代総獲得賞金1位だったアーモンドアイ。 19億1526万3900円を抜いてダントツの1位に躍り出た。さらには今年のドバイシーマクラシックを勝利しているため、1着200万ベイドル、約3億円の報奨金、JRA から指定外国競争の優勝場に与えられる賞金の交付も見込まれる。ジャパンカップを勝ったイクイノックスは、父・北サン・ブラック、母・シャトー・ブランシュ、 母の父キングヘイローという血統北海道阿町ノ町ザンファームの生産場で馬主は有限会社シルクレーシング通算成績は10戦8勝重賞は2021年東京スポーツ杯2歳ステークス G222 年天皇賞秋 G1 有馬記念 G123 年ドバイシーマクラシック G1 宝塚記念 G1 天皇賞、秋、G1 に次いで7勝目。安城の C、ルメール騎手は同レース4勝目、管理する木村哲也調教師は初勝利。前着順、1着イクイノックス C、ルメール、2着リバティアイランド川田優雅、3着スターズオンアース W、ビュイック、4着ドーデュース戸崎啓太、5着タイトルホルダー横山和夫。 6着ダノンベルーマ J。モレーラ。7着ベラアズール H。ドイル。8着スタッドリーィマーカンド。9着イレジン M。ベロン。10着ディープボンド和田隆二。11着ショーナンバシット M。デムーロ。12着パンサラッサ吉田豊。13着インプレス三浦康成。14着フォワードアゲンマユズミヒロト。15着ウィーンエアフォルク藤田々子。 16着トラスト献身小木の極、17着チェスナットコート田辺広信、18着栗の女神エース吉村智博